んだよ、ここは。何かの実験棟のような感じですね。様がここにいるということは、テレグリーは死んだか、昔の恋人を手にかけてなお生き延びたか、しぶとさだけは一人前だな、薄木。その言葉そっくりお返ししますよ、大佐。見てみろ、この無双の残滓を。人類の英知の結晶、神をも超える人の技。不相応な力を欲したがゆえの末路、まさに悪夢だ。そしてその悪夢を繰り返してきたのはあなただ、大佐。この俺も人としての息を脱することはできなかった。この星を悪夢の中に閉じ込め続けたのは、あるいは俺なのかもしれん。ある意味純粋だったのだ。考えればすぐに分かることだった。だが殉教という還元が俺の目を曇らせた。大佐、あなたの部下たちはその殉教という言葉のためにあなたを信じ自らの命を懸けたのだ。どうしてあなたはここにいる？なぜ彼らのそばにいない？うずき、疑うことなく生けた奴らは幸せなのだ。ならこの俺はどうだ？主人に見捨てられたカインのほど惨めなものはない。ノラのようなたくましさはなく、ただ惨めな姿を野にさらし死を待つだけの存在。だがそれは貴様とて同じこと。オルムス、ベクター、連邦、ミルチア、全てはある目的のための単なる配役に過ぎん。ゾハルの民、その言葉の響きに今さら何の意味がある？くだらぬたわごとに乗せられ踊り続けた単なる道化だ。それが分かっていてなぜ戦おうとする？道化にも意地はある。全てに裏切られ拒絶された俺に残されたもの、それが貴様だ、うずき。貴様との対決だけはこの俺を裏切ることがない。私が逃げるとは考えなかったのですか？ありえんな。所詮我らは力でしか物を語ることのできん人種なのだ。